ということで、はい、今日はですね素敵なゲストが2人来ていただきました、はい、ありがたかったですね、はい、あの本当になんか殴られるんじゃないかと思って伊藤さんに本当ですよね、この設備見てなんでこのガムテープとこのケーブルはケーブルにホコリついてんじゃねえかよーとか、イヤホンにまでホコリつけちゃってねえ、ほんとつかちゃんは豆なのかそうじゃないのかわかんないですよねっていうかつかちゃんマイクと遠く離れすぎて声小さいです。あ、ほんとですか、すいません。疲れちゃったのかもしれないですね。疲れちゃったですね、はい、そうですか。まあでもよかったですね。そうですね、ね、まあということで次3回目、次はどういう条件ですか。次はですね、はい、スリラバが新しい服を出す前にラジオやるのもなんかと思うんで、はい、来年ぐらいやりましょうか。そうですね。じゃあ次の新しい商品が入ったらやってもらっていいですか。ああ、すっごい先ですね。こんなにいっぱい買ったのに。どういうことですか。いや、楽しみにしてる人は多分ね、2人ぐらいいると思いますよ。その人のためのためにも、もうちょっとこう、まめにやりましょうよ。そうですね。そうですね。はい、全く目に力が入ってないよ。目に力入ってないよ。斉藤さんいなくなっちゃったし、ね。いなくなっちゃった。斉藤さんも疲れたんです。そうですね。じゃあまあ近々ね、はい、また発表ということで、はい、よろしくお願いします。またホームページで、はい、また公開ということで、そうですね、じゃあまた今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。つかちゃんでした。はい、高木さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。